はい、こんにちは。今回は台湾に行ってきた動画です。こちらは台中という場所にある植物屋になります。これが外観です。こちらのお店の名前はセブンラックコーデックスというお店です。主にアガベもありますが、ビカクシダやコーデックスもかなり種類がありました。こちらアガベコーナーですね。コーナーの半分ぐらいこちらのお店アガベ置いてます。種類はいろいろですが、チタノタ系統が多い気がしました。やはり台湾でも人気なのでしょうか。それにしてもかなりの量があり驚きましたね。日本ではここまで数揃えてるところはないんじゃないですかね。この壁打ちのビカクシダもすごいです。もうすごいしか出てこない。あとは枝、こちらは芋みたいな、土に埋まった芋みたいなものがたくさん並んでました。こういうの言うと怒られちゃいそうです。好きな人からすると。これは亀の甲羅みたいな気候流です。こちらも数がいっぱいあって形も全部違いますね。これも可愛かったですね。選び放題、枝みたいななんか高級な枝っていう感じです。それにしても数がすごい、種類もすごいです。このお店に置いてある植物は全てしっかりと管理されていて、とてもいい状態のものが多いですね、うん、アガベもクオリティが高かったです。日本ではなかなか見ることのできない斑入りのものや、あとは大きいもの、あまり見たことのないとにかく大きいサイズの種類とかもありましたね。いやー欲しかったですけど、なかなかやはり台湾でも値段が高騰しているのか結構な値段でした。この辺は日本でもよく見るオテロイの実生と多分中国語で書いてありました。そして雑貨も揃ってました。この鉢かっこよくて欲しかったんですけど、ちょっと手が届きませんでした。あとこれ可愛かったんですよ。ハム太郎みたいな。そして2軒目は向かいにあった SP 多肉植物というお店ですかね、に行ってきました。ここは結構本当オールジャンル、いろんな植物が置いてある感じですかね。あとこのアガベゾウも結構レアなのがあったと。これは何ですか？これなんかお店の人のコレクションみたいで、これ BB の錦、ブルーダイヤモンドって日本だと言われてるものですね。結構大きかったですよ。あと顔色の悪いホリダとか、これはエナジー不足ですね、きっと。もうすごい綺麗だった下の歌がやっぱり丸。そしてまたグラキリスとかですかね、カイコン系もいっぱいあって状態が良さげでした。そしてもう屋外で管理できるっていうのがやっぱ台湾ならではですかね。露天放置国家ですね。どういうこと？永年露店で管理してっていうのを最近インスタで投稿を見つけました。声小さすぎないこれもアガベがいっぱい置いてありました。このコーナーは比較的大きめで、小株も横から出ているようなものが多かったですね。大きい株も持って帰ってきたかったんですが、ちょっと初検疫ということもあってビビって小株だけ今回は持ってきました。この2店舗だけでも台湾行ってよかったなっていう感じなんですが、台湾シリーズまだまだ続きますので次回もお楽しみに。楽しみに。本当に思ってる